佐藤健良、佐藤健良、佐藤健良、1895年、明治28年6月1日から1975年、昭和50年2月6日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。1895年、明治28年6月1日、石川県河北郡花園村あざ、今町、現、金沢市今町に生まれる。 1914年、大正三年に、金沢第一中学校、第21回生、同期には、海軍少将中道館、恵ぐ海兵44期、海軍大佐、立花の正尾、海兵45期がいるを卒業し、陸軍士官学校へ入学。1917年、大正六年5月、官報によると、第29期を257番、536名の、 成績で卒業。このクラスからは1番の河村サブを中将、第224師団長、3番の有末製,製造、中将、参謀本部、第2部長、6番の後藤密蔵中将、第1総軍参謀副長、11番の鎌田千日、中将、第2野戦鉄道司令官、27番の稲田正澄、中将、第16方面軍参謀長兼西部軍管区。 参謀長、四十六番のぬかたひろし、中将、陸軍省人事局長など昭和の陸軍を牽引した多くの人物を輩出している。十二月二十五日、宝兵少尉任官、野宝兵第一連隊府。1920年、大正九年十一月二十六日、陸軍方向学校高等科卒業、二十六期。1921年、 大正10年4月、方兵中尉に昇進。1925年、大正14年11月27日、陸軍大学校37期を卒業。陸大在学中に、兵学教官の東条秀樹不評中佐、17期の、地区用へ、秘蔵古的存在となる。1926年、大正15年3月、方兵大尉に昇進。1930年、 昭和5年5月、アメリカ駐在、米野砲兵第十二連隊府。駐在時には、テキサス州で、砲兵隊の対付将校としての経験から、陸軍部内ではその経歴から、地米派の扱いを受けた。1936年、昭和11年8月1日、軍務局下院、軍務課国内班長。1937年、昭和12年3月、 方兵中佐に昇進。8月、航空兵中佐に任せられる。1938年、昭和13年3月3日、黙れ事件を起こす。軍務課国内班長として、衆議院の国家総動員法委員会において、陸軍省の説明員として出席。国会審議で、佐藤が法案を説明し、法案の精神。 自身の信念などを長時間演説したことに対し、他の委員、佐藤の陸軍士官学校時代の教官でもあった、立憲声優会の宮脇長吉などより、辞めさせろ討論ではないなどの野人が飛んだが、これを黙れ、と一括。政府側説明員に過ぎない人物の国会議員に、対する発言として、意図の友つくじらによって問題視されるも、佐藤が席を蹴って退場したため、 委員会は紛糾し、三会となった。その後杉山本陸軍大臣、十二期により、本件に関する陳謝がなされたが、佐藤に対し特に処分は下らなかった。作家の半藤和都氏によれば、戦後のインタビューで、佐藤は、国防に任ずる者は、絶えず強靭な備えのない平和というものはないと、考えておる。そんな備えなき平和なんてもんは、幻想に過ぎん。 何時平和を発さば、戦への備えをせよ。その備えを固めるためには、あの総動員法が必要であったのだと語ったという。1940年、昭和15年2月10日、南品方面軍参謀副長に就任。松岡、安里協定に基づく北部仏院進駐を進めるが、現地における、最目協定の成立にもかかわらず、9月23日に、 日本軍が越境し、仏印軍との衝突に至る。これは、富永教授参謀本部第一部長、二十五期との防御によるものであり、国際的な非難を浴び、富永少将は東部軍司令部府に左遷される。この時、仏印国境監視団長として、仏印側と接触を担当した西原一作少将、二十五期が、陸軍次官、参謀次長、海軍次官、 軍令部次長宛てに発した、東水乱レテシンを、中外に出布という伝文は有名。西原機関にいた、小池隆二大佐、三十一期は、彼、佐藤とは二日に万徹夜で談判したことがありますが、こちらの言い分にも耳を傾けるし、論的ながら男らしい、さっぱりとした人でしたよ。その辺は、職権を傘に来た陰険な富永少将とは、両人ともやることは強引ですが、 随分漢字が違いましたと述べている。佐藤の上司で防御に関与しなかった安藤都市吉南品方面軍司令官十六機も攻めを追って予備役に編入された。1941年昭和十六年三月一日陸軍省軍務局軍務課長に就任。東条秀樹の側近として知られ、高官、三階四軍と呼ばれた側近のうち四軍の一人とされる。 軍務課長という立場でありながら、昭和天皇の改選回避の精死に沿って動く、登場首相権利区長や、改選に慎重な武藤明軍務局長、25期、よりも、田中慎一参謀本部第一部長、25期を、筆頭に改善に、極的な参謀本部を支持していた。自身も、東場の前で、日米交渉に消極的な意見を吐き、逆に登場に叱責されている。 九百四十一年十月十五日、少将に昇進。十二月太平洋戦争勃発。九百四十二年、昭和十七年四月二十日、陸軍大臣の軍政に関する最高スタッフである、陸軍省軍務局長に就任。ガタルカナル増援をめぐる、船舶徴用問題に携わる。この方面での作戦に、消極的な登場首相権陸将の意を受け、 民間船舶増長を迫る参謀本部との折衝を繰り返すが、12月5日、田中第一部長との乱闘事件を引き起こし、翌日には、首相官邸において田中が登場をメンバー、罷免される事態となる。1943年、昭和18年、山本五十六が戦死した際には、ミッドウェイ海戦の失敗を引き合いに出して、 国葬にするのは適当ではないと東条に進言したが、東条は陸海軍の協調を優先して進言を退けた。1944年昭和19年7月、サイパン出荷によって東条内閣が窮地に立たされると、東条は内閣改造による体制の挽回を図り、佐藤もその指示により奔走するが、重心の抵抗により挫折し東条は、 廃人を余儀なくされる。東場の失脚後は、中央から追われ、品派県軍総参謀副長となる。教育総監から陸将に回った、杉山本に、小解析との和平の党を模索するよう言い含められていたが、現地は、そのような状況にはなく成果は上げられなかった。1944年9月5日、陸海技術運用委員会が設置され、佐藤は、 海軍の軍務局長と共に副委員長を務めた。特殊機襲兵器開発のために、陸海民の科学技術の一体化が図られた。1944年、昭和19年12月14日、品派県軍総参謀副長。1945年、昭和20年4月に親捕食である、第37師団長に就任。1945年8月終戦。 佐藤は最年少の永久戦判となり、極東国際軍事裁判で終身刑の判決を受けて服役し、いわゆる永久戦判では最も遅くまで拘留され1956年昭和31年3月31日に釈放。その後は東急関西、現東急ファシリティサービス社長を務めた。また、自身の反米体験をもとに、 ベトナム戦争反対運動に参加して話題になり、共産党は無理だが、社会党の公聴会に呼んでくれないものかと語ったこともある。開戦時の陸軍中枢において、アジアの植民地解放に最も熱心であり、死の直前まで面談者には大東亜戦争、太平洋戦争は聖戦だった主張していた。身長は5尺六寸、169センチメートル。囲碁が好きであり、 岡高澄海軍中将とは、囲碁仲間であった。1975年、昭和50年、囲碁の対局中に死亡している。長男は陸軍から戦後航空自衛隊に入隊し、空将補に昇進。次男は関西電力勤務。三男は早稲田大学教育学部教授。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。